はい、どうも、雄大です。はい、今日もね、ゆひとぼるやっていきたいと思います。はい。で、今日はね、何をすると言いますと、今日はガチャ回していきたいと思います。はい。で、昨日ね、木曜日、FP 来てたんですけど、まあ、昨日はちょっと引く時間なかったんで、まあ、今日ね、金曜日引いていこうかと思います。はい。で、木曜日ね、いっぱいガチャとかパックとか来たわけでございますけどね、まずね、このアーノルドのパックを来てるわけでございますが、まあ、3つ見た限り全然、まあ、レベルも結構上がるんで、全然使えるパックなんじゃないかと思います。まあ、僕もね、まあ、購入できるようであれば、ちょっと購入してみたいと思いますが、はい、まずはね、ガチャの方やっていきたいと思います。はい、で、今からガチャ画面の方に移りたいと思いますが、はい、このレジェンダリーもね、レジェンダリーピックも万有の、ヨーク、コール、ロブソン来てるわけでございます。まあ、レベル1の能力値はね、まあ、他の人の動画見てもらったらわかると思いますけど、まあ、ロブソンがもう上限すごい上がってるという感じですが、まあ軽くはね、見ていきますけど、レベル44ってだいぶ上がると思うんでね、あとヨーク37、コールも30、まあ、全然普通に使えるんじゃないかと思いますね。はい。普通に強いと思いますので、引く価値はあるのかなと思います。はい。で、早速こっちの FP の方にね、行きたいと思いますが、まあ、ちょいちょいメンツは見てるんですが、はい、まあちょっと一回ね、ちょっと一人ずつ見ていきましょうか。まあ、ちなみに、94ね、はい、まあ僕もね、ちょっと今、まあ今週評価 A っていうのもあって結構ガチスカで使ってるんですけど、十分モナコのねプレミアムパックで買ったチュアメニですけど、それでも普通に強いんで、多分このレアルバンチュアメには強いと思います。はい。で、次、ラファエル・レオンね。はい。まあ、インテルでね、2ゴール、1アシスト決めたレオンでございますけど、まあ、こっから3上がると考えると、普通に強いね。うん。シンプルに強い。で、ちょっとね、本適性がね、ウィングから、左ミッドフィルダーになってる、わけでございますけど、まあ、そんなに、影響はしてないかなと思います。まあ、どうスーパーサーブなんでね、普通に強いと思います。はい。で、次イバン・トーニーね。まあトーニー、そうですね、まあラインブレーカーじゃないから、まあそんな頻回には裏抜けはしないかと思うんですけど、まあ決定力もね高めなんで、そうですね。で、まあアグレッシブ83あるんで、まあ前からのプレスとかね、プレスバックとか結構してくれるんじゃないかなと思います。はい、そうですね、僕もイヴァン・トニーちょっと使ってみたい選手があります。はい。で、次ジグルフンで、まあ右サイドバックのオーバーラップですね。まあ使うとしたら、まあポンティクセンのサイドバックか、まあ3センターの右になるのかなと思います。はい。で、まあ178ってね、ちょっと身長低いんですけど、まあ十分すぎるほどの能力値を持ってるんで、まあ普通に強いと思います。はい。ベン・チルウェルまあチルウェル、そうだね、チルウェルも強いね。まあ万能型サイドバックなんじゃないかな。うん、守備も多分これ絶好調だったら80超えると思うんでね、守備意識とかアグレッシブも。うん、チルウェルも左サイドバック全然やれると思います。ウィングでもどっちでも、しかもこれサイドバックとウィングの適性ついてるんで、全然ガチスカ入り可能な選手でございます。はい。次キム・ミンジェ。はい。ミンジェ、まあまあスピード190、身長もあるしスピードもあるんで、まあまあこっからプラスで能力値上がると思うんで、ディフェンス選手も80超えると思うから、意外と使えるんじゃないか、使ってみたいね試しに使ってみたいね。スピード90超えるで、これ絶好調。ちょっとディフェンス選手低いのが気になるけど、まあ面白い選手かなと思います。
はい、次ジョアン・マリオ。ちょっと左ミッドフィルダーでナンバーテンっていうのがね、シスサイドでゲーム作っていく感じになるんかな、マリオ使ったら。はい、まあまあどうなんでしょうかね。まあボールコンフュージョン超えるやろ。でドリブルコンフュージョンからパスも80後半いくんで、まあオフェンス面に関しては惜しむないんじゃないかなと思います。ちょっとナンバーテンっていうのが気になるけど、まあそれ以外は今週は使えると思います。はい、ラッシュフォーこれね、まあセンターフォワードなのにウィングストライカーなんですよね。まあ試合見た感じ、まあラインブレーカーも変化してもいいかなと思ったんですけど、まあまあまあこれだけプレースタイル変わるのも、まああれなんでね。で、まあ一応スピシューン90超えてるし、多分こっからドリブルとかボールキープ数値上がると思うんで、はいね、ガジスカとか入れたら。まあでもちょっとウィングストライカーなのが気になるね。ここラインブレーカーやったらシンプルに強かったんですけど。はい。で、ベルフワイン。ベルフワインはどうなんだろうね。まあフィジコン、ボディコンが9であって、フィジコンもそれなりに数値あるんで、ある程度ぶつかられても、まあ倒れないのかなと思います。はい。だから、まあスピードも90超えると思うんで、ドリブルでね、爆速で突破する感じの選手でありますけど、どうなんだろうね。まあセンターフォワード薄い適性ついてるけど、まあ、ウィングでぶっちぎるタイプの選手だと思うんで。まあ、これ結構 PS、能力、技術問われる選手かなと思います。はい、ジョーハートは、まあ、ゴールキーパーなので、外れ枠。はい。続いて、ロベルト・ペレイラ。ペレイラ、まあ、2列目からの飛び出し。まあ、左ミッドフィルダーの2列目からの飛び出しは、このね、プレイスタイルは発動するんで、使えるのかなと思いますよ。どうなんだろうね。まあ、今週は使ってもいいんじゃないかと思います。はい。ということで、これで選手を見ていただきたいと思いますけど、まあ、目的の欲しいのは、そうやね、チュアメニ、トニー、組んでチルエルかな。で、面白そう、使ってみたい枠でミンジェかな、ミンジェ、ベルフワインあたりかな。はい、まあ、ジョハートは完璧に初プレイ。ジョハートとペレイラは、この中では外れる枠ということで、まあ、レオンもね、当たったらまあシンプルに嬉しいですけど、ミランのね、パックで持ってるんで、まあ、そこまで強いと思いますけど、そこまでかなっていう感じです。僕の中ではね。はい。ということで、早速。まあ、昨日、このね、無料で弾けるイベントやったんで、今日4回弾いていきたいと思います。はい。ということで、1回目弾いていきます。はい。チュアミニが来てほしい。ラリーガ。さあ。プレミア。トニーか。ああ、おい、面白いね。あ、ちゃう、ラッシュフォード出た。ラッシュフォードが。はいはいはい。どんな感じなんだろうね。ウィングストライカーやもんな。はいはいはい、ラッシュフォードね。はい、ということで、3回目、次ね、いきますね。はい。よ。まずラリーが。さあ。イタリア。あ、ミンジェ。キム・ミンジェ。違う。ドベルト・ペレイラでした。やばいな。ジョーハート来るんちゃうか。この流れ。ドベルト・ペレイラ。どこのチームなの？あれかな、ライセンスないチームかな。はい、じゃあ2回目いきます。
チュアメにさえ当たってくれればいいよ。さあ、ああこれはトニーやな。じゃあベンチルいっぱいおるな、プレミアシルエルね。はいはいはい、はい、チルエル。まあ、全然今週はガティスカ入りありありですね。はい、最後引いていきたいと思います。こうなったらチュアミニでさあラリガエールベルファインかはあ、ベルファインかー、ラッシュフォードとポジかぶってる。ちょっとウィークルフワイン、まあ、アヤックスで活躍してるようでよかったですねはい、っていうことで、ちょっとね、選手画面いきましょうか。はい、っていうことでこんな感じになりました。まあまだジョーハートは当たらなかっただけマシやと思いたいああめっちゃひもうウィング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 全員ウィング系の選手だね。はい、まあまあまあ今週はね使ってみてもありかなと思います。はい、はい、ということでね、今回はこのガチャ動画で終わりたいと思います。はい、またね選手動画はい出していきたいと思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。ではでは。